Our first speaker is Ejin Po, a second year uh, student studying mathematics at the University of Warwick. The title of her presentation is Malaysians Mamaks. Malaysian Mamak. Ejin-san, ウォーリック大学で数学を勉強している2年生です。出身はマレーシアのコアラルンプールです。皆さんはマレーシアに行ったことがありますかマレーシアはいろいろな人がいて文化がとても豊かな国です。ですからマレーシアではさまざまな文化の食べ物を見つけられます。今日はマレーシアの代表的なレストラン、マレーシアにある 特別なタイプの店についてお話をしたいと思いますそれはママックという店ですどうぞよろしくお願いいたしますママックはタミル語で母方のおじという意味ですマレーシアでは子供がよく親戚ではない大人のこともおじさんかおばさんと呼びます その中で店の店員さんや店主さんもよくおじさんかおばさんと呼ばれています。大人のことをおじさんかおばさんと呼ぶのはほとんどの場合その人のことを尊敬している時です。ママックという店の呼び名も多分この習慣に由来しています。 ママックはマレーシアの地元の人にとても愛されているローカルな食べ物のお店です。マレーシアにママックはコンビニと同じぐらいあります。どこにいても近くには必ずママックがあります。私は幼い頃からよくママックで食事をしていました。ママックはどこでもあるし安いし。 食べ物も美味しいし家族や友達と一緒に食事をするのにいいところですしかしながらフォーマルなイベントの食事の場所としてはふさわしくないのでその場合はママックで食事をしませんそれ以外はほとんどのママックは早朝から深夜まで空いているのでいつでもママックで食事ができるんです24時間営業のママックもありますよ ママクでいろいろな食べ物が食べられますご飯もあるし麺もあるし肉料理もあるんですしかし最も有名な食べ物はロッティという食べ物です皆さんはロッティのことは聞いたことがありますかもしくはロッティチャナイは聞いたことがあるかもしれませんね ロッティはパンという意味でパンみたいに小麦粉で作られています。ダールやカレーをつけて食べることがよくあります。ロッティの中身は自分が好きなように選べるのでいろいろなバリエーションがあります。例えば卵が入ったロッティもあるし玉ねぎが入ったロッティもあるんです。個人的にはロッティカヤが一番おすすめです。 ロッティカヤはココナッツジャムが入ったロッティで甘くて美味しいです。中身だけじゃなくていろいろな形のロッティもあります。特にロッティティッシュは塩水のような形をしているのでとても特別です。ロッティは普段朝食として食べていますが昼食や夕食にも食べる人がいるのでいつでも食べられます。 ママックで時々食べ物がお皿の代わりにバナナの葉の上に出されることがあります。そしてスプーンとフォークではなく右手で食べる人もいます。これは本場の食べ方だと言われています。ママックの食事ではもちろん飲み物も見逃せません。皆さんはミルクティーが好きですか私はとてもミルクティーが好きです。 特にママックで飲めるテータリクというミルクティーが好きです。テータリクは紅茶とコンデンスミルクから作られる甘い飲み物です。テータリクの特別なところはテータリクを作るとき紅茶を引くような動きで注ぐことです。ロッティとテータリクはとても相性がいいのでママックで最も一般的な組み合わせです。テータリク以外には バンドゥンというピンク色の飲み物もあります。色がとても印象的でびっくりするぐらい甘いです。実は私には甘すぎて私はあんまり好きではないんですが甘いものが好きな方々は機会があればぜひともバンドゥンを飲んでみてください。前にも言った通りですがママックで食事をするのはとても安いです。例えば ロチャナ内も低タリクも普通は100円ぐらいです通常1食あたりの料金は300円以下です安くて美味しいので学生も大人もいろいろな人がよくママックで食事をします何時に行っても必ずそこで食事をしている人がいます雰囲気もとても賑やかなので私は時々食べ物を食べながら 何時間も友達とと話すすことがありますママックのもう一つの特別なポイントは注文の後に食べ物がすぐに出てくることですですから急いでいる時でもママックでならそ食事ができるんですもちろん持ち帰りもできますし出前をしてくれるママックもありますよそれでどこでもママックの食べ物が食べられるんです ママックはマレーシア人の人生に本当に大きな役割を果たしているのでママックをマレーシアの文化の一部だというのは間違っていないと思います多民族国家マレーシアではインド系の人だけがママックで食事をするわけではありませんママックはマレーシアの国の文化として中華系マレー系の人にも愛されていて全ての人種をつなぐ場所です なぜなら、本当に食べ物が美味しいからです。食べ物が美味しいという気持ちなら、すべての違いを乗り越えられる場所、それがママックです。皆さん、お互いそれぞれの違いを解決して、人生のいいことに集中できれば、どれぐらい素晴らしいことでしょうか。では、これで、ママクについての話を終わりたいと思います。皆さんは、 もしいつかマレーシアに行く機会があれば、ぜひともママックで食事をしてみてください。以上、ジーンでした。ご清聴ありがとうございました。